AFCU-16 女子選手権2009は2009年11月4日から11月15日にかけてタイで開催された第3回目の AFCU-16 女子選手権である。韓国が同大会初の優勝を飾り、同国代表のキム・ダヘが大会最優秀選手に選出された。また日本代表のケイ・ガワマイが 得点王とフェアプレー賞を受賞した。この大会は 2010FIFAU-17 女子ワールドカップの AFC 地域予選を兼ねて開催され、決勝戦に進出した韓国と北朝鮮、そして3位決定戦に勝利した日本の3カ国が出場権を獲得した。以下の競技場が会場として用いられたマレーシア国内の3会場で開催され、計9各国が参加。 AB グループの上位2カ国及び3位の国の成績上位国が本大会への出場権を得るというレギュレーションで行われた。チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、 チームにチーム一 v 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 チームに前回大会の上位参加国は出場権を得ている。グループ A、チーム一 v チームにチーム一 v チームにチーム一 v チームにチーム一 v チチーームムに一 v チーム2、チーム 1V、チーム2グループ B。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2。チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2準決勝。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム23位決定戦。チーム 1V、チーム2決勝。チーム 1V、チーム2。ありがとうございます。